エオドロマエウスは三畳気候期に現在のアルゼンチンに生息した規模従脚類恐竜の絶滅属の一つである。かつてポール・セレノによりすべての恐竜の共通祖先である恐竜のイブと位置づけられていた。アーティストによる復元図エオドロマエウスの化石は最初1996年にアルゼンチンの古生物学者リカルド・エヌ・マルティネス及びアースワッチ・ボランティア ジム・マーフィーによって発見され、エオラプトル属の新種と考えられた。しかし、化石のより詳細な研究が行われると、エオラプトルには見られない骨格の特徴が多数、発見されたため、独自の新属であるとみなされるようになった。エオドロマイウスのホロタイプ PVSJ560 は、完全に近い間接した骨格であり、イスチグアラスト層のバレデルナブ層最上部で、発見された。 また、これ以外に、この種のものとされる標本として、PVSJ534,PVSJ561,PVSJ562 及び、PVSJ877 があり、これらは、バレデルナ及び、イスチグアラスト層の根地でボウカスブ層の三畳機、後期カルニアンの地層から発見されている。人との大きさ比較、エオドロマエウスは、 比較的小型の恐竜であり、全長は1.2メートル、体重は約5キログラムである。胴体は細長い。どの程度の速さで走れたかは分かっていないが、時速30キロメートルほどで走れたことが示唆される。肉食性のキブ重脚類である。前肢は、後肢より、はるかに短く、手には5本の指がある。第4肢、第5肢は、非常に小さくなっている。 エオドロマイウス族及びそのタイプ主ヤドローミアス、マーフィーは2011年に、リカルド・エヌ・マルティネス、ポール・セレノ、オスカー・エアルコーバー、カリーナ・イ・コロンビ、ポール・アール、レンネ、イザベル、ピー・モンタニス及びブライアン・エス・カーリーにより命名、記載された。俗名はギリシャ語で、アカツキもしくは、早期を意味するエイオスと、ランナーを意味するドレムヤスから造語されている。 種商名は化石発見地の近隣地域で働いていたジム・マーフィーに懸命されたものである。復元図エオドロマエウスは肉食恐竜を含むグループである獣脚類の初期のメンバーであるとみなされている。エオドロマエウスの発見に伴い、エオラプトルはアパトサウルスに代表される獣脚系類のメンバーとして再分類された。 しかしこの細分類にはエオラプトルをエオドロマエウスのような竜脚類だと再主張するバーグマン及び鈴が疑問を呈している。下記に示すクラドグラムはマルティネスへ通る2011に従いエオドロマエウスの系統上の位置を示したものである。ありがとうございます。